マス目に入れていくパズルです。それから、3つ目が、3次元のものですね。ジグソーパズルも一応ここに含まれますが、知恵の輪とかルービックキューブとか、3次元の、パズル、これをメカニカルパズルとよく呼ばれています。知恵の輪とかルービックキューブとか、紙に書かれたものを鉛筆で解く、でこれは物体を動かすっていう感じで、全部自分がパズルを操るタイプのものが3番目までなんですけど、4つ目は自分の体自体がパズルの中に取り込まれていくタイプ、ボディーパズルっていうものですね。これは、大体まあよくパーティーゲームでね、やったことある人はいるかもしれないですけど、人間知恵の輪っていうのを知ってますか？みんなでこう手をつないで輪っかになって、で、誰かが他の人の腕の間とかまたいだりしてめちゃめちゃに、絡むんですね。で、それを見てた人が、横から元の輪っかの形に戻すという、はい、ちょっとあなたそこをまたいでくださいとか、元の形に戻していくっていうね、そういうゲームがあるんですけど、ゲームではなくてパズルですね。すいませんそれパズルあるんですけどね、はい、ボディーパズル。それから他にも、迷路とかでは自分がこう入っていく迷路ってやったことありますか？立体迷路とかで、遊園地とかに昔90年代前半流行ったんですけど、最近なくなってきましたが、自分がこう入っていってね、こうゴールまで行くタイプの、実際に体でゴールまで辿っていくタイプの迷路なんていうのもボディーパズルの中に含まれます。それからと最近では、リアル脱出ゲームってご存知ですか皆さん？ね、京都発祥ですけど、どこかもともとはパソコンの中で行われてたゲームで、あなたは今見知らぬ部屋の中に閉じ込められましたと。で、部屋の中に、部屋から脱出するための鍵が散らばっています。で、そういう鍵をいろいろ集めたり、パズルを解いたりして、で、そこから出てくださいっていう、一応脱出ゲームっていう名前の、ものがパソコンの中であったんですけれども、それを実際にリアルにこういう部屋の中でやってしまおう、そういう動きっていうのが、最近リアル脱出ゲームという名前で、出てきてます。そういう、で今テレビ番組でもあってますよね、脱出ゲーム出ろっていう番組が、あったり、結構今徐々に、全国レベルで出てきてるんですけど、そういったものですね。自分の体が実際にパズルの中に取り込まれるという、人間知恵の輪とか庭園迷宮とかリアル脱出ゲームとか、そういった類のもの、そして僕はビラがパズルの人のビラ配りっていうのは、このボディーパズルにペンシル&ペーパーを近づける動きなんじゃないかと思ってるんですね。で、これまたちょっと後でね言いますけれども、一応最終的にはこれビラがパズル学なので、ビラがパズルの人の活動っていうのはもうここで終わるんじゃなくて、ボディーパズルにも加わっていこうというね、パズルの分類の垣根を越えていくことをやりたいというのが、一応ビラがパズル学です、ね。一応それは一つありますね。ちょっとそれを頭に留めておいてください。大体パズルの分類ではこれぐらいですね。大体わかります。ここまで質問とかあります？ね、適宜あれば、言っていただければ、はい、お願いします。ぜひお願いします。はい、で、こういったパズルでもいろんな種類があります、ね、であと、クイズ、パズル、ゲームっていうのは違うんですよってことをね、押さえていただきます。で、僕はですね、
恋愛という名のねパズルがなかなか解けませんとよく言ってるんですけれども、ちょっとそれはね正確ではないですね。っていうのは恋愛っていうのはよく考えてみてくださいね。いかに自分が相手のことを好きになってもですよ、自分の力ではどうにもならない要素っていうのが入り込みますよね。相手の気持ちがどうとかね、それわからないのでパズルではなくてゲームなんですね。だから本当は恋愛はパズルではなくてゲームですね。はい、なんですけどね。さあ、ではパズルがパズルがね、どういう役割をね、果たしてきたのかというね話をちょっとしていこうと思いますが、はい、パズルの役割ですね。はい、はい、でここからね、パズル学のね本質でありますね。パズルを何のために、僕らは解いているのかっていうね、一人でやるしね、別に対戦相手もいないしね、寂しいじゃないですかね。なんかね、ずっと一人で押し入れの中に閉じこもってパズルを考えている僕らっていうのは何のために生きてるんだね。そんなことを考え、それがねパズルなんですけれども、しかしパズルにはすごく重要な役割があったんです。実は本当はパズルには、パズルっていうのはそんなネクラなものじゃないんですね。パズル なしではね、パズルなしでは多分ね人類は今まで生き延びてこれなかったんじゃないか、そう思うんですね僕はね。でそれはどういうことかっていうことですけど、まずパズルを解くっていうことが、ね、一つには、科学と非常に、科学 の発展とかと非常に、結びついていたという説がありますね。科学史家のトーマス・クーンが、指摘していることなんですけれども、トーマス・クーンという、科学哲学をやっている人は必ず出てくる人、トーマス・クーンという人ですけれども、その人が、科学革命の構造という本の中で、パズルを、解く能力を重視している社会とそうではない社会は大きく違ったものになっているだろうというようなことを言ってるんですね。どういうことかというと、パズルを解く能力っていうのは科学の発展に非常に、関わっている。そのためにパズルを解く能力っていうのを重視していない社会っていうのは科学が発達していない。逆にパズルを解く能力を重視していると科学が発達するという見方をその科学革命の構造の中で指摘しています。これはどういうことかというと、トーマス・クーンは科学の発展がパズルを解くことだと言ってるんです。パズルを解くということこそが科学を発展させてきたんだと言ってるんですね。どういうことかというと、例えばニュートンがリンゴがこう落ちたのを見て万有引力の法則をね発見するわけですけれども、そこでリンゴが落ちたというよりも、地球がリンゴを引っ張っているというふうに考えた時に、発想の転換が起こっているはずです。あるいは、宇宙が無から爆発でできたといういわゆるビッグバン理論を唱えたガモフという人も、そういう、発想自体を、考えつく、ある種 その世界のパズルっていうものを、解くことで、科学っていうのが科学の新しい、説っていうのが進歩してきたと考えるわけですね。ダーウィンも、それまでは創造説が当たり前だったわけです。キリスト教世界では無から神様がいろんなものを作ったというのが、創造説で、それが一般に信じられてきたんですけれども、ダーウィンはそうじゃなくて徐々に、生物っていうのは変化して、
ね、まあ、それを進化と、まあ、ダーウィンは言うわけですけれども、徐々に変化して、今に至って、ね、うまく、